皆さんこんにちは、花ちゃん MC の今村和弘です。花の刑事雲の彼方にの原作コミック第18話、怒りに酔い手の巻を紹介していきます。加賀編の後半第16話です。前回は刑事と甲斐のコウモリの戦いが始まりました。腕を刑事に切られたコウモリはなぜか不敵な笑みを浮かべています。それでは始まりです。甲斐のコウモリは幻覚作用のある消し汁を用いた術を使う忍び。刑事に腕を切り落とされていながらも消し汁の効果で痛みを感じていないようです。コウモリは戦闘中の刑事の立ち振る舞いに美しさを感じ、信長に似ていると言います。死に装束に炎をまとい、その死に際に心底見とれたコウモリは同じ美学を持った刑事の死に際も自分の目で見たがったのです。相手の強さ、美しさを見抜く確かな目を持つコウモリは、利家から命を狙われている状況の中、刑事が加賀にとどまっている理由が分かりません。刑事ほどの男が加賀に居続けるその理由とは。刑事の義父は前田家の長男、前田利久。体が弱く武変者でもなく、性格も温厚ということで、信長の下で武功を立てていた弟の利家が前田家を継いでいます。利久は刑事を息子として愛し育ててきました。その恩と義理のため、刑事は利久のいる加賀から離れなかったのです。利久のもとにおふうがやってきます。刑事からのことづけで、このままでは迷惑をかけてしまうから、利久から自分を離縁してほしいという内容でした。利久は刑事の心底を正しく理解していました。利久は自分がいるから命を狙われながらも刑事が加賀を出ないこと、その上でまだ親子として愛情と義理を果たそうとしていること、そんな息子がいい人間関係を築いていることに涙します。一方、刑事のもとにはコウモリだけでなく、シュメの命令で刑事を道連れに自爆する気の加賀人軍もやってきます。地には自爆しようとする加賀人軍が、空には甲斐のコウモリが刺激する殺人コウモリが、周りすべてが敵の中、刑事はこの窮地をどのように切り抜けるのか。というところで今回のお話は終わります。話の続きが気になった方は単行本や漫画ホットで読むことができますので、ぜひともこれを機会に読んでみていただければ幸いです。最後まで見ていただけましたならグッドボタン、合わせてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、歌舞伎なら歌舞伎通せ。